ケー。まあ、やっぱね、勝手に部屋に入らない大事。本当にこれを頼むみたいな。うん、でも、うん、一つだけね、さっき話したんですよ。さっき、一つだけルール。そう。勝手に部屋に入ったら罰金。うん。でも、あの、配信に遅刻している時に部屋に入って起こしたら賞金。罰金。罰金いくらにするこれ。罰金100万。高いよでそれぐらいの覚悟でやんなきゃいけないってことだよ。いやでもそれさ、もし勝手に入った時にさ、100万なんか払えないよってなっちゃうじゃん、これ。ず払うんだよ。入らないから。入らないんだよ、だから、つまり。そう、まあ、そうだね。入らないってこと。バッキー。入るときは、かなたんが配信を、うん、配信を例えば10時に予約してるのに、10時10分になっても配信が始まってねってときは、おいっつって、うん、まずディスコルドで言って、おっって言って。反応ない方寝てんでこいつって言った部屋バーンって入って賞金いただく。そうそう、賞金。このね、配信の遅刻と、うん、遅刻と、あと、あ、本気で死んでるか確認するやつ。死んでるとの返事が2日間なくて、ディスコルドの、うん、あの、あと音沙汰もなくて、あの、部屋から呼吸の音も聞こえないときは入っていい。どんな壁よ。返事がない。なさすぎる。返事がない。なさすぎる。それはいいよね。それはさすがに部屋に入ってね。部屋に入っていい。まる。そう。そうそう。な、入って入るときはあと配信遅刻を食い止めたときは賞金100万。遅刻食い止め。遅刻。遅刻食い止め。あ、遅刻はダメだよやっぱり。そうだね。ね、止め。視聴者の皆さん。そのおかげだもん。待たせちゃう。本当に。そうそう。そのためにするみたいな。はい、200万。100万、高い、これね、高いとか高くないとかではないの。あえてこれぐらいにすることで覚悟をね。何が言いたいかというと、うん、まあ、勝手に入らず遅刻もしなければいいわけだ。な、一番大事なとこだからね、ここは。それだけの話。だ、簡単よ。